じゃじゃーん。三日月がかっこいい伊達政宗の兜を作ります。今回は青と黄色の両面折り紙で作っていきます。まず全体を半分に折り、折り筋をつけます。さらに半分に折り、折り筋をつけます。さらにさらに半分に折り、しっかりと折り筋をつけ、全体を広げます。90度回し、半分に折ります。青い面を上にして広げ、手前を中央へ。折りやすいように向きを変え、こちらの端も中央へ、黄色い面を出します。全体を裏返し、折った部分を中央に折りますが、この端を出してください。この折ってある部分を中央へ、そしてこの端を中央へ、青い面を出します。折りやすいように向きを変え、この折ってある部分を中央に折りますが、端を出して、そしてこのように中央に折り、さらにこの端を中央へ、青い面を表に出します。裏側も青い面が表になっています。このようにブロックができていますが、右から1、2、3番目、3番目のブロックをこのように45度折って広げます。こちらもこのように45度折って広げます。そしてこの部分を中に折りたたみ、この部分指で広げ、端を右に折り返します。そうすると黄色い面が現れます。ここが三日月の部分になります。この角、一旦このように折ってからめくって中に入れます。こちらも一旦このように折ってから広げ、めくって中に入れます。さらにこの端を中央に行くように、このように中に折り尖らせます。裏はこんな感じです。その上からこの黄色の部分、黄色の部分をこのようにまず一旦折ってから広げ、中に折り込んで畳みます。このようにします。こちらも
この部分をこのように細く折り、その上からこの黄色い部分を一旦折り、広げ、中に折り、畳みます。さらにこの部分、だいたい3分の1ぐらい折ります。そして端に行くに従って細く、このように緩いカーブを描いて折っていきます。続いてこの部分、このワンブロックの半分をこのように山折りします。半分を折ります。一旦裏返し、この部分、角を一旦このように折ります。角を折って広げ、このように角を潰します。中に潰して入れます。こちらも角を中に潰して入れます。再び表にするとこのようになっています。折ります。これが兜のひさしの部分になります。次にこのブロックの半分で折ります。裏返してこの部分も角を一旦折って広げ、このように潰します。こちらも角を一旦折って折り筋をつけ広げ、そして潰します。このように潰します。続いてこの横の溝、ここを広げて このように形作ります。反対側もこのように開きます。中から押し出して面を出します。中はこの部分、このように三角に形作ります。そしてこの1枚、このように閉じます。こちらもこのように
閉じます。そしてこの部分しっかりと折ります。さらにこの部分半分半分内側に折ります。内側に折り、サイドはこのように斜めに細く尖らせます。反対側も斜めに細く尖らせます。ひさしのこのへこんだ部分、右側を広げ、三日月を斜めにすれば、これで伊達政宗の兜の完成です。ぜひ作ってみてください。